まだ待ち続けなくちゃいけないのか。早く来い。あの赤い糸を伸ばして俺のところへ。俺を殺して世界を救う。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。システムオールグリーン。サスケーブル接続開始。あっ！
が刺すの痛み。でも大丈夫、耐えられるわ。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。カサネランドール本人と確認。これより怪異討伐軍入隊適正試験を開始する。怪異を全て討伐せよ。配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。念力なら怪異を殲滅できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも。そんなところね。お姉ちゃんはうまくやっているかしら。きっと大丈夫ね。お姉ちゃんは優秀だもの。この程度やられたわ。
終盤に差し掛かったようね。いい調子でこなせたと思うけれど、油断は禁物だ。テラッ次もテラッ。こんなところね。はっ次は。Thank you.
これまでの訓練で習得したことを出し切るだけ。私なら勝てる。早く、なんとか。はあ、この程度終わりなの。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。
カサネちゃん、お疲れ様。試験どうだった？私はいつも通りよ。ナオミお姉ちゃんは？カサネちゃんに注意されていたことに気をつけたら、実践用のサスにも耐えられたの。ありがとう。お姉ちゃんの潜在能力はすごいのよ。もっと自信を持つべきだわ。でもよかった、カサネちゃんがいつも通りで。今朝またあの夢を見たって言ってたから。レッドストリングスの夢？うん、子供の頃からずっと見てるよね。そうね。レッドストリングスから手を離さないで。カサネちゃんの超能力と関係があるのかな？海抜群で私の超能力を解析した情報を見た限りではあまり関係はないみたいだけれど、わからないことを悩んでいても仕方ないわ。それより私はお姉ちゃんのことが心配。同じ隊に配属されるかしら？こればっかりはわからないな。でも私もカサネちゃんと同じ隊だと嬉しい。カサネちゃんって誤解されやすいタイプだから、そばで見ていないと心配なんだもの。それはこっちのセリフだわ。お姉ちゃんはドジだから私が守らないと。ひどいよカサネちゃん。あ、そうだ、この後スメラギリオに行くんじゃなかった？あ、そうそう、今バッキーちゃんのコラボやってるんだ。おみくじ引くとアクキーもらえるの、楽しみだな。お姉ちゃんって本当にバッキーちゃんが好きなのね。だって可愛いじゃない。ほら早く行こう。周りが騒がしくてもよく聞こえるから便利よね。そうそう、たまに独り言までブレイントークで言っちゃうの。もし聞こえても笑わないでね。
結構人がいるのね。この間までお彼岸だったからかな。ここは建国の父ヤクモ・スメラギのお墓だし。お墓なのにバッキーちゃんとコラボしているの？国としてはヤクモ・スメラギを身近な存在にしたいんじゃないかな。まあみんな神様ヤクモ様助けてって神頼みしてるから十分身近な気もするけど。ヤクモ、人類を救った英雄だったかしら。教科書で見たことがあるわ、マスク姿の。うん、断絶の春の時に顔に大怪我を負ったって教えられたっけ。評議会議長のご先祖様でもあるしね。あ、そういえば私たちの同期にスメラギ家の人間がいるらしいよ。そう、興味ないわ。それよりおみくじあったわよ。あ、私大吉だった。海抜群生活もなんとかやっていけるかも。かさねちゃんは大凶。うん、じゃあそのおみくじちょうだい。あ、はい、かさねちゃんに私の大吉あげるね。いいわよそんなの、単なる紙切れじゃない。私お姉ちゃんだもの。かさねちゃんを悪い運から守ってあげたいのね。お姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。でもこうしていると平和だね。怪異が襲ってくるなんて嘘みたい。でも町から外に出ると怪異が徘徊している世界よ。かさねちゃん期待されてたよ、教官たちに。すぐにセプテントリオンに近いランクまで上がるだろうって。ランクなんてどうでもいい、私はお姉ちゃんを守るだけ。もうさっきも言ったでしょ、私がお姉ちゃんなんだよ。私だってかさねちゃんを守るんだからね。そうね。もうバカにしてるでしょ。お姉ちゃんどうかした？あ、ううん、今通った二人組の右側の子ちょっとかっこいいなって。そう、二人とも海抜群の隊員みたいね。入隊したら話す機会もあるんじゃない？そうかな、そうだといいな。ね、バッキーちゃんのアクキーももらったし、どこかでお茶していこうよ。ええ、どこかカフェにでも入りましょうか。Thank you.
きな男の子、かっこよかったね。ついジロジロ見ちゃったから恥ずかしい。お姉ちゃんがそんな風に言うなんて珍しいわね。お姉ちゃんに変な虫がつかないように気をつけないと。重ねちゃん保護者みたい。